音楽に合わせて手を激しく振りながら踊る一人の女死体域などの疑いで逮捕された田村ルナ容疑者ですこれは今年5月下旬に札幌すすき野の,のダンスクラブで撮影された映像事件前のルナ容疑者の姿を捉えていましたそしておよそ3分後誰かと抱き合い笑いながら会話するルナ容疑者 相手は先月2日、すすき野のホテルで頭部が切断された状態で遺体で見つかった男性です。捜査関係者によりますと、この動画が撮影されるよりも前に2人の接触は確認されておらず、この日にダンスクラブで初めて会い、その後トラブルになったとみられています。ルナ容疑者ら親子3人は先月1日から2日にかけ、共謀して札幌市中央区のホテルの客室で、 エニ市に住む62歳ののの男性の首をを切断し、頭部持持ち去ったたなどの疑いいが持たれています。捜査関係者によりますとその後の調べで実行犯は娘のルナ容疑者とみられ両親2人についても共謀して男性を殺害した疑いが強まったとして警察は交流期限となる14日にも3人を殺人の疑いで再逮捕する方針を固めました。 警察は引き続き動機などを慎重に捜査しています。